おはようございます、リンゴです。今日はですね、こちらに来ています。アルコトリウンフォ、凱旋門ですね。バルセロナにも凱旋門があって、その前は広い長い道になっています。遊歩道ですね。で、あの先にシウタデイヤ公園という大きい公園があります。今日はですね、これからこの右側のある旧市街ボルン地区に入っていって、今流行りのブランチを体験してみたいと思っています。ではこれから、おしゃれな旧市街ボルン地区のブランチの食べられるカフェに行きたいと思います。では行ってみましょう。はい、着きました。こちらピクニックというお店です。エッグベネディクトとかフレンチトースト、甘いものもあるね。パンケーキ、後ろにバンズ、あ、ハンバーガーとかね。あ、ハンバーガーでいいよね。ブレックファーストボール、すごいじゃん。このレモナーダでフレッサー、レモナーダでフェンフィブレ、アーノルドパーマー。そう、それ何なんだろう。なんでアーノルドパーマー。はい、かわいいレモネード。うん、わー、すごい。わー、ゴージャス。パンケーキ、卵とベーコンを乗せにしました。でもシロップもついてるから甘くも食べれる。そしてこちらは牛肉の、はい、フィールドポークみたいな感じだね。やっぱこれも 甘いのとしょっぱいのがうまくマッチしてる感じだね。めっちゃ写真撮ったトロトロ、うん、あんまなかった。あれおいしい、おいしい、スパイシー、スパイシーそうだもんね、うん、ちょっと辛そう。あのクミンとか入ってる感じ。あー、パクチーとクミンと、うん、ちょっと結構なんかアジアンな、うん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 。いただきます。何が乗ってるかというと、ベーコンがあって、ここにオムレツがあって、パンケーキです。すごいね、しょっぱいパンケーキって初めて食べるかも。確かに。これつけるのかな。それはなんか甘いのかな、シロップなのかな。うん、美味しい。どういう感じ？しょっぱいってこと？うん、なんかこのオムレツの味がすごいするから、パンケーキが後から甘いって感じ。へー、後で食べてみよう。まずしょっぱさから来るのね。そうそう、なるほど、うん、ブランチって行ったことある？ブランチあんまりないかな。だってさ、日本だとさ、ブランチってまあ遅く起きた朝とか。ブランチは確かにやっぱ難しくて、今すごい流行ってるんだけど、ここでブランチ。だけど、あんまりこうさ、いつ行ったらいいのかなみたいな。友達と待ち合わせするのでもさ、なんかやっぱりお昼1時とかになる、うん、お昼食べるの1時で、なんか11時とかだと、まあ、お茶か食べてもちょっとワンクロワッサンとかで、うん、なんかブランチっていつ行けばいいのかなと思ってたもんね。じゃあまあ、でもまあ12時ぐらいなんじゃ、やっぱこっちだと。そうだね、12時に例えばレストランで食べようとしたら、うん、空いてない。そうだよね、食べれないから。あ、朝食べれなくて、ちょっとお腹空くまでが11時ぐらいだから、まあ11時ぐらい、まあ10時半ぐらいからはブランチ行けると思うよ。まあちょっと重めな朝ごはん的な感じ、うん、14時に、うん、だけどそれをじゃあやるのかって言ったらさ、なかなかやるためにない。確かに。時間ってさ、朝、昼、夜じゃん、うん、ブランチって入らないじゃん、あんまり入らない。だってお菓子食べるからね、そうそうそう、ブランチするぐらいなら。そうだね、なんならね。
それでブランチしちゃうと夕方またすぐお腹空くじゃん、ね、そうじゃあまたそれでお菓子あげてるじゃん、うんうん、そうするとそこで夜ご飯食べなくなるじゃん、ね、そうだ、ね、だからブランチ不要そうねブランチ不要ブランチよくないこうやってあの女の子としかあのいない時とかね、うん、おしゃべりしながらやっぱ女同士だよねブランチとはそうなのゆっくりしゃべりながらなんか食べるみたいなあそこすごいねね、2家族ぐらいでブランチしてるよね今日平日だよ、うん、月曜日あ、まあ、バケーションそうだまあでもなんか結構最近ほんと流行っててへぇーブランチ専門店みたいなのが結構あってへぇー行列できてるのね本当にでも並んでたらもうランチになるやん思わないあ、そうだね、待ってる間にねそうでもさ、ランチになるんだったらさどうしてもなんかこう、半分スペイン人みたいなってさなんか、メニューが食べたいと思っちゃう、うん、そうそうプリメのプラット、セグのプラット、うん、これ、ランチみたいな確かに気分になっちゃうんだけどスペインに行き食いにって思ったけどこっちの人食べる量多いよねあ、そう？うん。多いんだけど、食べれるんだよね。なんかこの盛る量が半端ない。でも、本当太らないよね。太らないよね。だからやっぱりね、コミードサナなんね。でも、うちなんか野菜は結構やっぱさ、いや、サラダとかの量半端ないよね。あれ日本だとあんま食べないもんだからね。確かに確かにそっか意外と野菜食べてるのかもそう、うん、食べてるよすごく